カラメストーン。よろしくお願いします。取材ごめん、カラオケスピンブクシャダイごめん、取材ごめん。相当厳しい。全然それが嫌だかも、もう最近は。それもういいわ。取材ごめん、ハンドマネーとかもういいわ。うん、ああ最近はもう、うん、相当厳しい戦いが、もう嫌になっては来てるの。そこがダメだったの。ダメ、マジで。なんなの、シャリコミカラメストーン。かなりリズムで持ってってるから最近は。いや、いいよいいよいいよね、うん、リズムないよりがいいんだから。そう、だから芸人ってリズム大事だ。そうねー、ということでですね、今日は何をやります、やると言いますかと。ちょっと待って、なんて言うの。ちょっと、なあ、おい、なあ、お前が良くないやつなんで、ちょ、ピリつかせてるそれ。それ、ね、何ちょっと動くだけのやつ。痛えな、やんなよ、ジジイ。この動きで、いててててとか言って、やだよ、俺、お前が年取っていくのを見るの。ごめんね。今日はね、うん、みんな大好き、うん、3ヶ月報告動画。やだよ、もうやだよ。おい、いいダンスとかいらない。やだよ。何だよ、この報告動画。俺マジいらねえと思って、ま、田中スタッフが持ってくんで、田中がすぐ報告動画やりましょうって。で、これ跳ねてるイメージもないし。いや、跳ねてるよ。跳ねてないし、田中って、うん、報告動画の企画しか持ってこないの。企画考えました。だっつって、うん、な、何今回何やったら、うん、ですね、今日は報告動画をやろうと思う。報告動画って何なんだよ。俺さ、俺が YouTube 見てないだけなのかもしれないけど、うん、意味あるっていうか、そのみんなが楽しんでくれてるの、この報告動画。めちゃめちゃ大事な動画だから、報告動画っていうの。本当？YouTube やるにあたってそう、一歩ずつ積み重ねていくっていうのは、その蓄積だから、やっぱり。まあね、うん、それもみんな、そう、見てくださってる、普段見てくださってる方と一緒に積み上げていく感じが出せるってこと。そう、まあ、それであれば俺もまあいいけど、単純にあいつが企画を思いつかねえから報告動画でもやる。俺そのうちさ、1ヶ月2ヶ月で3ヶ月でやって、あいつ企画を思い浮かばないから3ヶ月と2週の報告動画やりますよとか言ってた。出てた。違う、なんか出てた。なんかとか言ったらもっとひどいもんが出たと思われるから、それだったらまだツバって言って。ね、に出てたとか、早い出てた。で、何じゃ3ヶ月報告振り返ります。1ヶ月をね、じゃあちょっと見ていこう、うん、どういう動画をやってったかってね。お願いします。まずね、うん、もう多分一番再生してもらってるやつが、いや、あれでしょ、うん、うん、ビールの筋トレのやつでしょ。うん、ダメ、あれ一番俺言ってない、いつもビールの筋トレ、うん、で、その後なんか肉の筋トレ。肉ダイエット、ビールダイエットと肉ダイエット、うん、うん、あれもう俺がきつい思いしてる割には一つも数字伸びてないんだよ。なんでだ、マジで。マジでやだ、あれ。もう呼び出さないでよ、お前、あの公園に。で、あれもさ、言ったらさ、うん、子供たちがなんか集まってきたような。じゃあ嫌な顔しすぎや。全員さ、うん、近く、あ、それ言わない方がいいか、近くにとかね。なんてこと？いやいや、近くに何々があってって言ったら、一応こう、一応こういう、あれだけど、芸能人としてやらせてもらってますんで、近くに何々があってとか言ったら。結構バレてるらしいよ。え？マジで。なんか、俺が行ってる、バーバーあんだけど。ああ、髪切ってもらってる。そう、大山にね、うん、あんだけど。うん、に、うん、行ってんだけど、そこに、なんか、うん、なんか、なんていうの、来て、うん、男の人が、うん。お客さんでしょ、うん。うん。カラメストーンさん、ここで来てますお前、言ったことないよね、うん。ツイッターとかでも。山口さん、ここで来てますかね、もしかして。え、もしかしたら、うん、チャンスか、なんか、もしかしたらここかもと思って来たんです。すごいね。だって、うん、ちょっと待って、もう完全にバレてるじゃん。そう。だからもう、やめて、うん、意味ないから。意味ない。肉食ってさ、まあ、ちょっとそれはちょっと、俺さ、腹出っ張りとか言われてるからさ、うん、ちょっとね。じゃあいいよ、それも、もう、毎回。お前、あんまりは出てないんだよ。ちょっとしか出てないから大丈夫だよ、じゃない。それも、はずいの。で、うん、腹出っ張りとか言われてさ、うん、痩せるために、痩せて、ちゃんと服を着るために筋トレやってんのにさ、うん、
合間に肉食わされててもさ意味ないじゃん。そのより出ぶって帰ってるあれ多分。あそう。あいや それはさこっちに任してよ。ちょっとそれは。いやだ。もう呼び込俺のこと呼び出さないで。シャレかな。でその肉、うん、肉ダイエット系の動画に隠れて、うんうん、おしゃれ芸人をさらにおしゃれに改造、たっちゃんの額に文字を書いた動画がめっちゃ伸びてないから。追跡者が出てちょっと後の動画よ。あの既におしゃれだけど、うん、顔周りをもうちょっと改造して、うんはいはい、もっとさらにおしゃれを高めようっていう、あのはっちゃん、あのまあ見てくださったら分かると思いますけど、うん、青歌舞伎が、うん世に出た瞬間、そうだね、あれが、一番跳ねません。嘘でしょ本当。俺びっくりしたもんマジで。俺なんか、うんうん、あのいつもの動画と違う感じだな、数字の伸び方、うんうん、なんか今回あの YouTube の方で何かこうバグが起きてるのかなって思うぐらい数字が伸びなくて、一向に何日経ってもね。嘘でしょ本当びっくりした。あんな現場っていうかさ、うん、撮った時あんな楽しかったじゃん。そうもう俺多分本当ここ最近言ったら一番面白すぎた、筋肉痛になるぐらい笑って、うん、本当に、うんうんうん、でいざ蓋開けたら、うん、多分見てる人はみんなこういう顔で嘘でしょ見てたんじゃない。俺らはこんなんやってたのにね。ちょっとね、なんかさ、うん、そこの不思議はあるわ。あるある。あのさ、うんうん、芸人始めてずっとそうじゃない、うんうん、俺らがブワーって笑ってることも、うんうん、あの見てくださってる人とかは全然もう、うん、なんかこういうね、こういう報告動画でこういう思いをこうぶつけるじゃん、うん、でその4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月ってやった、ねうん、時に、うん、これを振り返るわけ、はい、3ヶ月、1、2、3はどんな感じだったんだろうな、うんうん、そういう時に、うん、なんか、あ、結構可愛いな自分たち、こういうことも言ってたんだ、うん、それができるのが報告動画、そういうスタンスで、ね、なんかすげえ幸せなやつみたいな。一番良かったのが、うん、あの、ユービームさんを金色に着せ替え。はいはいはい。これはね、ま、あの、言ったら、うん、現場でも俺は結構衝撃的だったの。うん、あ、俺らが、ね、あの、普段着てる服とかを女性に着させたら、うん、そういう感じになるんだって、俺ら自身も衝撃的だったんだけど、うん、コメントとか見たら、うん、あ、同じような気持ちを持ってくださってる方がいて、それは嬉しかったな。はいはい。そこは、うん、その意味では、見てる方との、その、隔離はなかった気持ちの。なるほど。か、シンプルに、うん、その、ゆうぐみさんが良かったのかも。橋本がダメだったのかもしれない。シンプルに。だって、俺らは俺らで変わんないんだから。まあ、そうか。俺らは俺らで変わんなくて、うん、出演者がユービームさんか、うんうん、橋本、追跡者か。それだけの違いか。でで、だいぶ開けててるから3倍ぐらい再生回数違うんだから。くっそ。いやいや。まあいいよ、でもそれもさ、うん、この報告動画がなかったら、うん、その、そういうことも言えないわけだよ。やめて。ね、その4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月やっていくときにさ、まあ、この3ヶ月動画のときに振り返ったことが、うん、まあそれが宝となっていく。さっき出てない、宝となっていくっていうワードまで出ちゃってるから、幸せ感が増しちゃってんだよ、お前。それ嫌なのよ。俺もうちょっとお前には牙向いててほしいのに。どうなってたの？もう幸せ。もうなんか、幸せだけのやつ。ごめんね。シャレかな。いや、で、あとですね、皆さんに言っときたい。うん、その、あのね、あの、コメントとかで、うん、あの、本当に、ピリつかせてきてんのよ、コメントとかで。え、どういうこと？いや、だから、うん、わかんないけど、うん、わかんないよ。あ、じゃあ、あの、公演のやつとかも、うんうんうん、YouTube でこんなモザイクかけた動画とか映していいんだっけみたいなコメントとか、俺全部見てますからね。で、多分、その人たちは、レイジ、これを見て、また、ビクつくんだろうが見える。俺、本当にビクつく、その、ボケとかじゃない可能性もある可能性もあるんだよ。あ、そういう人もいるんじゃない？いるでしょ？うん。本当にピリつかせ。でも、いい効果としては、うん、本当に、うん、あの、ね、うん、アンチって言ったら俺らまだ生意気だけど、うん、アンチとしてコメントしてる人も、うん、あ、この人も、うん、多分ボケで言ってきてくれるんだなって思うこともできるっていう部分は、一個ある。アンチがいたとてね。なるほど、大人になった。ちょっとこう、大人になった。成長し、積み重ねてた。また出てるよ、幸せワード。大人になった。成長積み重ねて。牙向いてってくれ、頼むから。ごめんね。いや、コメントもね、全部見てます、正直。あ、そうだな。うん。で、癒されてますしね、うんうん、正直ね、うん。で、やめてね。は？その、幸せキャラとか言ってやってるけど、幸せキャラ。その、今後、うん、あの、積み重ねることでとか言うってことは、うん、4ヶ月、5ヶ月とかも、うん、やるつもりでいるってことでしょ。あ、やっていくよ。
あ、やっていくよ。俺、あ、やっていくよ。もう、もう言われてない、俺に。俺に言われた時だけに言えばいいじゃん。え、どれを？あ、やっていくよ。俺やなんだよ。は、どういうこと？俺このシャレカナのこの企画の時々もう睨んでやろうかな。もうスタッフのこと出ないでいいよ、レイジとその時だけ。やだよ、それはそれで。なんであいつは報告で意地張ってあの動画だけ出てねえんだってなるだろう。じゃあ出んのね、じゃあ出るよ。くそじゃあね、まあ3ヶ月、ね、4とか5とかはやるか分かんないけど一応そういうふうに言わせてね、今後も一応ね、皆さんに感謝を伝える時間か、これもちろんもちろん、うんうん、それは本当にいつも皆さん見てくださって本当にありがとうございます。じゃあ、じゃあありがとうございますだよ。頭も下げねえでよ、おめえはよ。いや、俺だって感謝してんだからだって。じゃあ、ちゃんとしてありがとうございますって言って、はい、3、はい。やってんなよ、お前。減るぞ、見る人。ばえーじゃごめんね。あということでね、皆さん本当にありがとうございます。これからもシャレコメ要ストーンをよろしくお願いします。